皆さんこんばんは。今回はですね、ついにこちらの坂本モデルのトレーニングバット当選者を決めたいと思います。よっ、ありがとうございます。こちらのバットなんですけど、約2週間ほど前にツイッターで企画をしました。そして65人の方にリツイートをしていただきまして、今回その65人を1人に絞りたいと思います。で、その抽選方法がこちらになります。じゃーん、走れ大井チャンネル抽選ボックス。はい、こちらのボックスの中に65人の名前の書かれたカードが入っています。ツイッターの名前のカードですね。これを65人の1人をもう一発で引いて決めちゃいたいと思います。今回不正がないようノーカットで全部ビデオを撮りますので、よろしくお願いします。ではもう決めちゃいましょう、一発で。はい、じゃあ行きますか。自分行きます。はい、サッカーの動画もこの前撮って見てくれた人もいると思いますが、新谷さんです。では坂本のバット当選者決めます。じゃあ行きます。決まった？はい、決まりました。はい、行きましょう。誰ですかね？この人です。はい、リン、大島正樹さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。本当にで、大島正樹さん、こちらの方にですね、DM でまた送らせてもらうんで、本当におめでとうございます。楽しみにしてください。発動しますので。いや、決まりましたね。そうですね。いや、65人、まあ、約 1%、2% ぐらいですね。そうだね、確率の中から選ばれました人ですから、ね、すごいね。次はいつやる予定なんですかね？次、ゴールデンウィークだったんで、夏休みぐらいにやろうかと思ってます。次は道具、何にしようか、まだ決まってないですけど、まあ野球道具をプレゼントしようと思ってます。そうだね、野球道具何にするかまだ決まってないですけど、まだ。はい、楽しみにしてください。もしかしたらこういうグローブもあるかもしれないんで、楽しみにしていてください。はい、はい、あ、自分は関係ないんですけどいやでもやっぱ緊張するね、聞くのもね。はい、はい、自分もサッカーやってるんで、まあ、大井チャンネルでできるかどうかわからないんですけど、サッカーの道具プレゼントしていきたいと思うんで。はい、言っちゃったからね、もうね。はい、言っちゃったからねやって、ぜひサッカー道具ももらってください。はい、じゃあおめでとうございます、大島正樹さん。では今回はこの辺ですね。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりにします。チャンネル登録、ツイッターもやってますんで、ぜひよろしくお願いします。では今回はこの辺で、ありがとうございました。ありがとうございました。